はい、じゃあ、神岡です。今日はですね、えー、ビットコイン。 ですね、えー、あの、仮想通貨ですね。これらがですね、バブルがちょっと終焉するんじゃないかっていう、ショッキングからね、ニュースをお届けしたいなと思っております。もちろん本当に終焉するかどうかわからないんですけども、まあね、若干調整が入る可能性はあるんじゃないかなと、その予測とですね、えー僕、僕のこれまでの21年間の相場の経験をもとにですね、まあ、もちろん仮想通貨と株式投資とか、まあ、インデックス投資は違うんですけども、やっぱりその投資っていうからにはですね、えー、どこか共通項とかね、似通ったところもあります。その辺の話を今日したいな。 と思っておりますでまずはね、えー、こちらのニュースなんですけども、えー、高等部位に驚愕と、300円、300万円ですね、の投資が4000万円になったってすごいですよね。もう居酒屋とかで多分自慢話をしてるんだと思うんですが、えー、300万円をね、4000万円になったよ、みたいな。まあね、えー、これコーヒーですか。あコーヒー飲みながらね、えー、そんな友人の話のささやきが聞こえるというね、ニュースがありました。で、これはね、あの、まあ本当にそういったことが実際に起こってるんだと思いますが、えー、何、にしたっても10倍になったりとかね、えー 100円だったものがね、急に1万円になったりとかしてますので、これは別にね、それはあながち間違いじゃないと思っております。ただね、まあこれは僕ね、今までこの相場の本もね、株式投資の本とか、FX の本とか、まあ、100冊以上僕読んできたんですよね。まあ、結,構結構そういう性格なので、あの一度ね、はまり込むと、そのね、関連本を100冊以上読むっていうのが僕の習慣になってます。例えばね、マーケティングを始めたら、マーケティ,ケティングの関連本をね、100冊読むとか、 えー、あとはね、将棋を始めたら、将棋の関連本を50冊読むとかね、えー、そういった形で、あの、まあ、その道を極めるために本を読むってことをね、僕実践してきたんですけども、えー、そういった意味ではね、えー、そういった過去のそういった、まあ、事例とかね、その再現性の共通項を見ると、まあ、こういった時はね、大体バブルなので、まあ、いつか見た道なんですよね。なので、えーまあ、こういった時は、まあ、あの、まあ、過去の例からいくと、まあ、一度ね、えーまあ バブルが終わるんじゃないかなっていう僕の予測になります。あくまで僕の個人的な見解予測なので、もちろんそうなない場合もありますけどね、えー。ただね、こういったニュースが出てくるっていうのは、一つ、まあ、あの、黄色信号ですよね。えー、こういった、やっぱり、なんて言いますかね、バブってますよと。もうどん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 儲かってます。株式投資も同じですよ。あの、FX も同じですので、えー、もう、 儲かってしょうがないみたいなニュースが出てくるときは、こう居酒屋とか,とかね、えー、喫茶店で、えー、大体もう,もう本当に終焉マジっていうことが結構多いんですよね。で、あとか気になるニュースもね、いくつか出てきてますので、その辺についても話したいんですが、まずコインベースね、上場しますよね。これでまあ、公の、おまあ、あの、仮想通貨ね、ビットコインを含めて、えー、公になったということで、まあ、いいニュースと捉える人も多いんですけども、僕は別、あの、逆なんですよね。えー、コインベースが上場したことによって、えー、アメリカのね、 いわゆるその中央政権の規制管理下に置かれるっていうね、もう一つそういった側面もあると思います。で、やっぱりアメリカ政府はね、あの、フェイスブックの仮想,仮想通貨とかね、暗号資産の参入をね、あの、一回止めましたよね。 やっぱりそういった形で、ドル基軸を、まあ、脅かされるのがやっぱ怖いわけなんですよね。なので、コインベースの上場によってね、えー、中央政権化にえー置くということは、えー、アメリカ政府のでもメリットがあります。あともう一つはね、やっぱりこれによって、今までずっと期待感、目に見えない期待感で上がっていたものがですね、目に見える形になったと。もう要は具現化したに近いですね。今まで精霊として思ってみたものが、なんかね、精霊として実際に目の前で現れたら、なんかあ、あなんかあんまり神聖 神聖感がないな、みたいな。結構ね、人ってあの、勝手なので、見えに見えないときはねえ、すごいなんかあの、美しいね、羽の生えたフェアリーみたいな存在がいるんじゃないかと思ってたら、い,ちいきなり現れたらね、老婆だったらどうなるかっていうとね、別に老婆が悪いわけじゃないですよ。老婆がいけないってことを言ってるわけじゃないんですけども、あれ羽が生えたあの、ね、美しい女性じゃないんですかみたいな。 いやいやいや、フェアリー界はみんなおばあちゃんなんですよって言われたら、言われたらね、それはそれで納得しますけども、ちょっとなんか違うな、みたいな。ちょっとイメージ、あれ、あの、僕の知ってるファンタジーとか、あのね、指輪物語とかね。 え、ディズニーと違うんですけど、みたいな。まあ、そういった形で、やっぱり具現化されて目の前に現れると、一瞬、あの、期待感が剥奪されるんですよね。まあ、そういったことが起こってくるんじゃないかな、ということで、株価はね、今、まあ、一時的に急落します。この後どうなるかわからないですけどね。もちろん、時価総額的にはものすごく高いので、まあ、日本でね、もしこのコインベースが上場すれば、えー、僕はね、日本でエコノミストかなんかのニュースによると、まあ、9位とかね、それぐらいの時価総額になると言われてますが、ものすごい大きいですよね。えー、アメリカで上場したんですが、 ただね、えー、そういった意味ではですね、えー、今後急落する可能性もあるんじゃないかな。で、実際にビットコインですよね。これビットフライヤーさんのちょっとチャ、えート拝借をしておりますが、ちょっとね、ここに来て、あのー、下がってきていますよね。で、このままね、えー、下がっていくのか上がっていくのか、まあ、さてどうなることやってことなんですが、もう一つね、あの、気になるニュースが実は出てきています。それがね、えー、こちらの ハッキングされたビットコインっていうニュースなんですよ。実はあまりなんかね、あのニュースになっていないので、まあ僕がね、あの拾ってきた、あの、な、拾ってきたんですけども、まあこれ実際にね、そんなに、ええー、まあリスクはないということになってますが、ええー、680億円相当がまあ移動されたと。まあ今までね、暗号資産、暗号資産とかね、えー、そういったものではありましたよね。ええー、まあその経営者が、これはまだうやむやになってグレーになってますけども、使い込んじゃったんじゃないかとかね。あとは、あの、まあ、 中国とかね、あ中国はもうそうじゃないかもしれないけど、まあ第三国にね、えー、そのまま移されて使われちゃったんじゃないか、追跡も難しいとかね、えー、そういったことがありましたが、まあビットコインはあまりそういったことは確かになかったんですよ。まあそれは理由はね、えー、まああのビットコインはこう追跡ができる。つまり、えー、どこにね、誰、どこの国に行って、どのね、人が今もそれを持ってるかっていうのが全部ね、タグ付けされてるので、えー、仮にね、それであの不正にハッキングされて、えー、移されたとしてもね、 えー、それを使うことはできないと、まあ、ブロックすることはできるというね、その優位、まあ、点があったんですよね。で、市場に与えるリスクは少ないと、まあ、これはね、実際にその、今の部分を説明してるんですけども、まあ、世界中でね、追跡されて、まあ、そのね、ハッキングした人間とか、それを保有してる人間とかね、えー、どこの取引所にあるかとか、全部わかると、だから現金に変えることが決してできないと、ビットコインは言われているんですよね。 そういったぐらいにそのまあブロックチェーン化されてね、えー、非常にまああの優位性の高い安全性の高いえ仮想通貨だと言われてきました。きましたよね。これ皆さんそう思っているんですけどももしですよ、もしですよ、これあのね、あのどの世界でもね、あのー、 インシデントっていうね、例えば航空業界でも絶対そんなことは起こらないって言って落下したりとか、絶対それはないだろうって言って、えパイロットがね、えー、子供をね操、操縦席に乗せて、うん 操縦させ当ゃたりとかするわけなんですよ。そんなことするわけないと。パイロットまさかですよ。ええー、何百人っていう、えー、ね、あの、乗客の命を預かってるパイロットが、まさかね、自分の子供とか親戚の子供をパイロット室に入れてね、操縦させるなんてことは、マニュアルに書く必要はないと。絶対に怒らないと言ってて、実際ロシアで怒ったりしてるわけですね。で、まあ、あの、飛行機は残念なことにね、何百人っていう乗車客を乗せて、その行為そのものによって、 墜落をしてしてままいますこんなことは起こらないって言われていることが過去に何度も起きてるんですね。もしですよ、この仮想通貨が、このビットコインっていう世界中で追跡されて、絶対に、えー、仮にね、えー、そのビットコインをお言って、まあ、いわゆるその、えっ、ー、と、なんて言いますかね、えー、ハッキングして、えー、自分の口座とかね、えー、第三国に持ち出しても、いやいや、できませんよって言われたことができた時の、その世界中とかね、えー、利用者とか、 投資家に与えるショックっていうのは、もううその、のももすすごい膨大ななエネルギーになると僕は思うんですね。もちろんそんなことは起こってほしくないですし起こらないっていことが通説になってますけども、まあ、そうやって言われたくてきたことが何度も起こってきたということになっておりますなので、えー、まあ今ね、えー、今後このハッキングされたビットコインのアドレスどうなっていくかってことが、まあ、非常にね気になってますが、えー、例えばね、こういったものっていうのは一般の投資家にその 本当にどうなのか、どうなってくる,くるのかっていうことが出るのって結構遅いので、一応ね、まあ、あの、アラートをかけておいた方がいいんじゃないかなと思っております。なぜかというと、今回のね、 えー、アルケゴスのその情報っていうのも、私たち一般投資家に来る前に、例えばね、えー、大手のね、えー、ファンドであったりとか、えー、投資会社ってもう売り抜けてますよね。あれが、その今のこのね、あの資本主義の、まあ、実態なわけなんですよね。もしね、ビットコインが仮にね、えー、こういった形で、えー、リスクがね、実は顕在化されていて、徐々にそれがね、市場にインパクトを与えるんじゃないかっていうことが、仮に えー、一部の人が分かったら必ず売り抜けてくると僕は思っています。本当とそのことは起こらないことが前提なんですけどね。だからまあこういったねニュースも出てきてるっていうのがまあ多少気になるかなと思っております。あとはねやっぱ出来高がね、ちょっとここの来て、えー、急減をしております。出来高が急減するということは誰かが、えー、このね、えー、仮想通貨、ビットコインなどを売っているまあ現金化を早めているっていうことにもつながるんじゃないかなと思っております。これは僕はあくまでね株式投資の経験とか FX のね えー、知見をもとに話してますあの実はビットコインっていうのはもちろんねあの今始めて見ますけどもそんなにあの、ね、知見がまだまだそ,このそれほどね膨大にあるわけじゃないので、まあ、あのもしかしたら違っているかもしれないですけどもまあ履歴高が下がってるってことはまあ誰かがね、えー、一部売り抜けてる可能性はあるんじゃないかなとは思ってますのでまあこれらを総合的に考えてね、えー、僕はあのやっぱり 来た道ですよね。えー、ここまで、まあ、えっ、ー、と、バブルになったものは、どっかで一度着地してね、えー、まあ、暴落とかね、急落とか、あってもおかしくないんじゃないかな。少なくとも調整は一度入るんじゃないかなというのが、えー、見解になっております。まあ、これはなくまで参考にしていただけたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは今日は以上になります。高速でゴー、GO!